はい、皆さんこんにちは。あのベンマックス TV のベンマックスです。今日はですね私あのヤンマガで連載されていたファブルが大好きでして、ザ・ファブルなんですけれども、あの冷徹な殺し屋ですよね。で、あの一応 とても好きなのでグッズをねちょっと集めてみました。手前のねナイフが、以前ファブルが使っていたという、これはブラックホークっていう会社の、ナイトエッジというナイフです。これは最近で探したんでかなり大変でしたね。入手するのはちょっと難しかったです。アメリカでねちょっと売ってたんで、アメリカから送ってもらいました。背中のねこのセレーションが特徴的ですよね。あとこっちにもセレーションがあるんですけれども、こう背中にあるんだったらこっちあまり必要ないのかなと思うんですけど、まあタクティカル、一応タクティカルナイフっていう位置づけなんで、まあそうなってしまうのかなと。まあ、裏はこんな感じです。で、素材はですね、1085C の、ハイカーボンツールスチールというのを使っているようです。ですから、ステンレスではないのかな。ツールスチールというぐらいですからね。昔の、オーバン鋼材とか、あと、ガーバーの L6 とか、あんなのように近いんですかね。多分でも、今台湾で作ってる、もうこれ生産中止しちゃってるんですけど、台湾で作ってたみたいなんで、ここに台湾ってありますけど。で、もともとは、エレン・シュワイツさんのデザインで、マスター・オブ・ディフェンスっていうメーカーから、なんていう名前で出てたんだかな。ナイト・ウィングっていう名前だったかな。で、出てたみたいですね。同じ形で。それを台湾の会社が、ブラックホークで吸収して、台湾で作るようになったということになっているみたいです。で、グリップは、黒なんですけれども、プラスチック製で、ここの、なんかこうギザギザしたところあるんですけど、これはラバー製みたいですね。そういう感じみたいです。なかなかデザイン的にもね、かっこよくて、すごく気に入ってるんですけど、いくつか僕もナイフ持ってましてね、シースナイフで、いいなと思ったのは、ガーバーマーク2の20周年以来ですね。まあ、20周年はちょっと日本に入れられることができなかったんですけど、あのシェイプはすごい綺麗でしたね。今日は時計の話じゃなくてすみません。僕、ナイフは何本かコレクションしてるんですけれども、このサイズ、このサイズは1本も持ってないかな。そうですね。でも、本当に手に入ってよかったです。1万6000円ぐらいだったかな。全部送料も含めてですね。次にこの上にある銃なんですけど、これはですねウエスタンアームズさんの、これはナイトホークカスタムっていう銃ですね。いやー、やたら重いんですよね、これね。これも、やっぱり探しました、すごく。で、まあ、一番近い、ファブル兄さん、佐藤明君が持ってるのは、全部銀色ですよね。確かね。で、ナイトホークって書いてあって、バレルが、こう、サイレンサーつけるようにこう出てネジが切ってあってっていうモデルなんですけれども、まあ一番なんかこう近い雰囲気のやつを探して買いました。
これもね、手に入れるのすごく大変でしたね。普通に Google で検索しても写真しか出てこなくて、で、ある時ね、私、国際のコルトパイソンを売ろうと思った時に、エアガン屋さんにちょっと聞いてみたんですね、いくらになるかっていうのを。その時に、そういえばウエスタンアームズさんのナイトフォークで、タロンっていうモデルがありますかって聞いたら、ありますよって言われたんですね。やったと思って、でいくらですかって言ったら、2万円になります、中古ですけど2万円になりますって言われましてね。で箱と、箱がついてないと、そういうことなんで本体だけですって言われまして、あ、それでそうか、2万円かと思ったんですけど、この機会を、ね、逃すわけにもいかなかったんで、そこで買ってしまいました。で、その後ね、見たらすぐ売り切れてて、もうなくなっていたんで、いいタイミングだったと思います。ウエスタンアームズさん、僕は初めてこれ買ったんですけど、いやー、なんてもうすごく仕上げがいいですね。このパーティーラインとか消えてて綺麗になってて、もう自重落下してこういう感じなんですけど、ここら辺もね、なんか佐藤明の銃がなんか似てましてね、ここら辺のコックとか、結構、ね、この鷹の絵もそっくりですよね。タロンタイトルして、まあ、ガバメント系の、実銃はガバメント系の、1911をナイトフォークっていう、まあ、カスタムメーカーが精度よくカスタムして、で売りに出すというような仕組みになっているようです。実銃ですよね。で今結構ね、待ってる人が多いって、アメリカ人でね、自分の番待ってるのが多いっていうのは、なんかちょっとインターネットで見ました。で少しちょっとこれ、まあ弾は出しませんけど、ちょっと作動させてみたいと思います。なんかいい感じですよね。バツンバツンと、ものすごい重くて、なかなかいいと思います。ね、ナイトフォークカスタムって入ったのがね、手に入ったんでよかったなと思いますね。ここはエンダイキャストだって聞いてますね。グリップの部分ひんやりしててすごくいいですね。また銃もすごい重くてね、なかなかいいと、これはちょっと大事にしていきたいと思います。これはね、今使ってるナイフは、なんかあの佐藤明が使ってるナイフは、山にこもるときは、ジミー・ライルの、ランボー1に出てきた、サンドブラストサバイバルっていうナイフを使ってるようなんですが、これはなんかスライという、ここのね、横のところが、このツバのところが、映画ではプラスネジ、こっちはマイナスネジとかになってたんですけど、スライというのはちょっとこう、ガクッとこう前に出てて、ランボーのない、映画には出てこなかったっていうものなんですね。それで、なんか、その原作の南さんっていう方が、それを見て、なんか夜お酒を飲んで、いいなっていう感じで見てらっしゃるっていうのを、うっすらと、その売ったお店の店主からお聞きしました。私ちょっとこれもね、探してて、
そこのお店にあるかなと思って、ありますよって言われたんですけど、あ、もしかして、すいません、ベンマックスさん、これもしかして、シースの方ですかねって言われまして、はい、って言ったら、あ、ごめんなさい、ぬか喜びさせて、すいません、シースじゃなくて、折りたたみ式の方なんですね、って言われたんで、ああ、映画で使われたやつか、と思って、ああ、でも、折りたたみはいっぱい持ってるからな、と思って、とりあえずちょっとこっちが欲しかったんで、ちょっと散財するわけにいかなかったんで、頑張って探したら、アメリカで1本だけ売ってて、超ラッキーでした。ちょっと、こんなね、アイテムを手に入れましたので、ちょっと紹介してみました。ではまた、次はまた、時計のお話をしますので、どうぞよろしくお願いいたします。